横綱、稀勢の里、31イコール田子の浦部屋、が11日、左大胸筋痛約1日。突き激しい運動を制限する、との診断書を日本相撲協会に提出した。大相撲夏場所、13日初日、両国国技館、初日から休場する、また、同部屋の大関、高安も、左上腕三角筋。部分断裂3週間の安静加療必要、との診断書を同協会に提出し、初日からの休場を届け出、記事全文を読む。